はい、こんにちは、流星です。ゆうまです。カメラマンの音です。はい、というわけでいつも動画ご覧いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。かなり登録者数増えてるそうで、もうだいぶいろんな人が見てくれてるということでですね、質問とかもね、なんかコメント欄に来てるらしいんですけど、今日はその中でも結構多い質問である、小さくても活躍する方法みたいな、なんか結構来てるらしいので、まあ、僕とユーマがこのチームでは一番ちっちゃい2人、そうですね、日頃、まあ、練習したりとか意識したりとかしていることを伝えられればなということで、2人で喋りながらいろいろやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それではスタート。ドライブして中で大きい選手が待ってたりするじゃないですか、はいはい、そういう時ってどうやってシュートを決めるんですか？なるほど。リュウセさん結構フローターでビッグマンの上をふわっと上げるシュートで決めてるじゃないですか。はい、練習してるんですか？自分の武器の一つとして持っているので、個人練習の中でもフローターシュートを練習したりしてますし、ブロックショットされないっていうことが大事なポイントかなと思うので、もう学生の頃から意識して打つようにはしてます。藤井さんは何かあるんですか、必殺技が？必殺技ですか？そのままスピードでアタックすることが多いですね、うん、緩急を使ってスピードを緩めたり出したりっていう、その緩急でビッグマンを揺さぶってフィニッシュまで持っていくっていうのが多いですね。なるほどね、はい、意識しだすのしたのはいつ頃とかあるんですか？大学生ぐらいですかね。大学生ぐらい、はい、大学になってやっぱ周りに大きい選手が多くなってから技を身につけていきましたね、はい、大学生ぐらいになると2メーター超える選手とか留学生とか増えてくるんで、一気にゴール下の高さは変わるので、大学生ぐらいからみんなそういう壁に一度はぶつかって、その中で工夫していくみたいなのが僕らの世代のなんか考え方かなとは思いますけど、まあ、今見てるその中高生の人は本当にフローターシュートの練習であったりとか、ドリブルワークの中でもスピードの緩急をつける練習であったりとか、左右の揺さぶりだけじゃなくて前後のステップとかやっていくといいのかなという気がしますね。具体的にやってる練習とか何か教えてもらえますか？フローターシュートだと基本的なドリブル1回ついてステップを踏んで浮かすっていうのをやるんですけど、練習なので失敗しても全然大丈夫だから、上に浮かせて大げさにやることでその手の感覚とか体全体のバランスとかそういうのを確認するみたいなのはやりますね。ゆうまさんはスピードでとか緩急でとか何か練習の仕方とかあるんですか？僕の場合はコーンを置いたりして身長の高い選手がいるっていう想定で、その手前ら辺でスピードを緩めてこう周りを見たりして、でまたドライブを仕掛けるっていう練習をよくしてます。お二人はポイントガードでプレーすることも多いと思うんですけど、ドリブルしてる時にピックアンドロールとかのプレーする時、スクリーンの使い方とか何かコツはありますか？まあ落ち着いてスクリーンをしっかり使うってことをまずは意識してますかね。自分についているディフェンスに対してビッグマンの選手がスクリーンをこうかけてくれると思うんですけど、そのスクリーンに対して自分のマークマンがどういうディフェンスをしてくるか、後ろをついてくるのか、下に入って僕らの正面に入ろうとするのかとか、そのマークマンによっていろんなディフェンスの仕方をしてくると思うんですけど、まあ、そのディフェンスを見ながら判断をするところを一番意識してます。これを言うとバスケット全般そうなんですけど、オフェンスをしてたりとかピックアンドロールをしてるときに何をすべきかはディフェンスが教えてくれるっていう考え方がすごく大事だなと思うので、リード&リアクトっていう言い方するんですけど、ディフェンスをしっかり読んでそれに対してリアクションして逆をついていくっていうところが大事かなと思って、まあ、もう一つはエジェクトっていう、スクリーンが右から来たときにディフェンスがスクリーンを気にしてるうちに逆をつくっていう、これを常に意識しておくことで隙があればスクリーンと逆の方向を抜けますし、止められたとしてもしっかりこっちにディフェンスコース入らないといけないので、その後のスクリーンを使うときに余裕が生まれる、よりセパレーションが出るっていうことはあるので、まあ、しっかりとディフェンスを見て判断するということと、常にスクリーンが来る逆を狙ってドライブを仕掛けるっていうのはコツかなと。相手が単純に大きい人がついちゃった時ってどうしたらいいですか？どうしたらいいですか？3倍動くんじゃないですか？川崎の試合でユーマを見ればそのことがどういうことか分かると思います。特に国際試合なんかで体強い人とか大きい人とかつくと思うんですけど、そういう時ってどうしてますか？根性ですね。
もう気持ちで引いたら負けてしまうので、向こうの方が大きくてがたいも良くて、そういう時こそ気持ちで何とかしてやるっていう思いを前面に出してやってます。気持ちはどうやって作っていくんですか？気持ちはどうやって作っていく、ディフェンスが楽しいって気づけるかどうかかなっていう気はしますけどね。そのね、中高生とか感じるのは、みんなやっぱディフェンスのフットワークとか嫌いだし、基礎的なことになるんでしんどいことばっかりで、やりたがらながちだと思うんですけど、ボール運びしてる相手のガード潰せたりとか、ボール奪ってそのまま速攻行けたりとか、相手が嫌がってる様子見てる時が快感楽しいっすよね。楽しい。その気持ちを知れれば気持ちは勝手に上がっていくと思います。バスケットは絶対にオフェンスの方が有利なスポーツなので、その中でも何か1回でもミス誘ってやるっていう持続感みたいなものは自分で手に入れるほかないのかな。でも目覚めたのだって最近っていうかさ、高校生まで点取り屋とかでしょ。ディフェンスしないです。ディフェンスしない選手だったけど、きっかけは何かあったんですか？ディフェンスに目覚めたきっかけ。3年の鈴木選手と、まあ、同じ大学でチームメイトだったんですけど、一緒に出る機会があって、で2人でオールコートでもマンツーマンでずっとプレッシャーをかけて、やっぱ相手からスティールして1人でレイアップみたいなシーンがもう何回もあって、やっぱそこから相手のこと止めたら面白いなっていうのをその時に気づきました、ね。僕も高校生の時、まあ、今も B リーグで活躍している西村先輩であったりとか、 B2 に所属している山本エドワーズ選手とか、相手チームのこうボール運びを徹底的にこう潰してガンガンスティールしているのを見て、あ、こういう風になりたいなとか。なのでディフェンスが上手い人を見ると楽しさも伝わるなっていうところもあるので、まあ、そういう選手を見るっていうのも一つ大事かなとは思います。何が言いたいかというと、トトロキアリーナに来たらいいんじゃないっていうことですね。綺麗に決まったなおい今までバスケットやってて、もっと身長が高かったらなって思った時とかってどういう時でした？味方相手に関わらず誰かがダンクした時はいいなって思いますあれ試合中できたらもっとバスケ楽しいだろうなと思いますよ、はい。その後どう乗り越えるのかを聞こうと思ったんですけど行き止まりにまさかの行き止まりにどうしよう。無理だと思った時、でかいやつがリング付近とかリングの上でリバウンド争いとかしてるのを見て、あ、これは届かないってこう諦めなきゃいけない時もあるというか、そういう時はちょっとなんか寂しい気持ち、寂しい気持ちっていうか、なんか泣くそっていう時はありますけどね。そういうのってどうやって乗り越えてきたんですか？ちょっとでもボール下げたら絶対下で取るとか、まあ、そのバックコートからついて相手嫌がらしてボール奪ってっていうのも小柄な選手で足がある選手だからこそできることだと思うので、チビだって会場沸かすんだぞみたいなところはモチベーションにしてやってきたかなと思います。じゃあ小さいからできないってことは全然ないってことですね。はい、小さいことをプラスに考えた方がいいですよね、はい。さっきもリュウスさん言いましたけど、人より3倍動いたりボール転がってたら絶対ビッグマンよりは取れるとか、でかい人にしかできないこともあれば小さい人にしかできないこともあるんで、小さい人にしかできない部分をもっともっと頑張ればいいんじゃないかっていうふうに思うんで、決して小さいから無理だとか悩む必要は一切ないかなっていうふうに思います。想像以上にしっとりしちゃいましたねさあというわけでですね、背が低くてもねやれることはいっぱいありますし、背が低いからこそできることもあるので、くよくよせずに大好きなバスケットボールを明日からも精一杯楽しんでください。あ、朝見てたら今日の午後からかもしれないけどね。ああ、川崎ブレイブサンダースは YouTube でこういう企画から楽しい企画までいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしたいと思います。ぜひ興味を持った方は川崎市の届きアリーナまで遊びに来てください。ゆうまさんが人の3倍動いてディフェンスしているところをぜひ見に来てください。じゃあゲストの方に来てもらいましょうか。じゃあこちらです、どうぞどうぞ。